こんにちは、ヨッシーです。淀川河川敷でちょっと休憩します。もうむちゃむちゃ暑いです。今日気温26度、27度です。もうこれは汗だくですいやでもね、本当天気はね最高なんですよ。めっちゃ晴れてて、ただもうなんか夏日って感じです。うわ、自転車暑いやろうな。すごい花もいっぱい咲いてていいんですけどね、ひたすらに暑いっす。これ何の花やろ。よいしょ、なんか花が咲いてます。よいしょ、はあ、暑い。でも場所は本当のどかで最高ですけどね。今日という日が暑すぎます。これなんやろ。よし、花がいっぱい咲いてるんですけど名前が全然わからない。なんか小さい黄色い花です。そしてさっきも写したなんか紫色か。これや何かの花です。いっぱい咲いてます。いや暑いな。ここ最近でも一番暑いですね。ちょっと座ろう。はあ、いや移動の合間にちょろっとああいいなと思って立ち寄ったんですけど、さっきから暑いやつしか言ってない、ね、いやもう屋内とかやったらもうクーラー効いてるじゃないですか。いや26度、いや暑いな。もうなんかすぐ夏来そうですよね。春が終わって、いやでもまあ梅雨があるんか。なんか今年梅雨が早いって聞いたんですけどね。鳥がピヨピヨ鳴いてます。暑いなんか撮ってるの忘れて完全に今オフになってましたねもうそれで暑っって言ってました。テニスコート誰もテニスやってないですね。いやでもなんかねテニス日和やとは思うんですけどね、全然借りてないな。のどかな淀川河川敷周辺風景です。人が少ないですね、まあ、平日なのもあるんですけど。いやなんか河川敷来るとねなんか立ち寄りたくなってしまうんですよね。なんかこう通ってる時に見かけたらちょっとね休憩すると気分転換になるじゃないですか。撮る時間ないなら移動の合間に撮る戦法です。午後からも頑張ります。ご視聴ありがとうございました。